第61回全日本 35km 競歩高畑大会27日、山形県東京2025世界陸上の日本代表選考会を兼ねた全日本 35km 競歩高畑大会が行われ、川野正虎26、旭化成が2時間21分47秒の世界新記録で優勝した。派遣設定記録2時間26分0秒。 を突破したため東京世界陸上の日本代表に内定22年オレゴン23年ブダペストに続く3大会連続の代表入りを決めた来年東京で行われる世界陸上代表には女子やり投げの北口遥、花 26JAL が内定済み川野は北口に次いで日本勢2人目の代表内定となった 1km 1 1の周回コースを35周歩く今大会。序盤は東京五輪代表の勝木隼人、33、自衛隊体育学校、と丸尾聡、32、愛知聖光、世界陸上2大会連続メダルの川野と有力選手3人が先頭でレースを引っ張る展開となる。5km を20分30秒で通過し、先頭集団は7人に。 1km4 1分を切るハイペースでレースは進み、20km を通過した時点のタイムは日本記録を上回り、先頭は川野、丸尾、吉川綾人、23、サンベルクスの3人に絞られた。その後、吉川は引き離され、25km 過ぎには川野と丸尾の一騎打ちの様相に。30km 手前で川野が仕掛け前に出ると、 丸尾はついていけず、2人の差は広がる。ゴールまで残り 2km で苦しそうな表情を浮かべた河野。それでもドッポを続け1位でフィニッシュした。河野は 35km 競歩で2時間22分台初の突破者になったため、世界記録位保持者となった。ボール後、インタビューに応じた河野は、記録がハイペースになっても対応できるような準備をしてきたので、 その練習の成果が出せたのでよかった、とレースを振り返り、多くの方々の支えがなければ、私はこの舞台に立つことができなかったですし、記録を出すこともできなかったので、今率直に感謝を伝えたい、と周囲の人たちへ感謝の思いを口にした。派遣設定記録を突破し、来年の東京世界陸上代表に内定。ここがゴールではなく、 あくまでスタートラインにようやく立てたと語った河野。一年は準備期間があるのは他の選手と比べてもアドバンテージだと思うのでそのアドバンテージを生かせるよう世界陸上の舞台に立てるように準備していきたいと気を引き締めた。男子 35km 競歩結果。 1>, 1位河野正虎2時間21分47秒2位丸尾里志2時間24分24秒3位高橋和夫2時間26分18秒